写真拡大。日本ハム127西武26日メットライフ。日本ハムは26日メットライフドームで行われた西武戦で12対7で打ち勝ち、3連勝を飾った。後半戦は8勝1敗の快進撃。首位ソフトバンクとの 1.5 ゲーム差とした。敗れた西武は4位に転落した。1点リードの2回に平沼のプロ1号ソロ、近藤の3点2塁打、中田の22号ツーランで一挙6得点。投手陣の乱調で一時は最大7点リードを追いつかれたものの、6回に渡辺の勝ち越し3点3塁打、石井の敵陣2塁打などで再び4点のリードを奪った。西川、太田の1、2番がいずれも猛打賞の活躍。終わってみれば14安打12得点で打ち勝った。西武は中村が2回に3試合連発となる18号ソロを放つと、5回には19号ツーラン。巨人阿部慎之助、402本塁打を抜いて現役最多404本塁打とした。一時7点差を追いつきながらも投手陣が炎上。楽天が勝ったため4位に転落した。フルカウント編集。